Let's start episode 9, and I see there are only like 10 episodes for this, so I guess the fighting is the final of this season, but just let's start. Okay, ST. Oh. Whoa, whoa. Wow. I think you didn't kill any of one of them, right? Just now. Oh my god! Damn! She's getting mad. It's sort of not like comedy. No clue? This guy's crazy. Yeah. You kidding me? Whoa. Oh my god, it's just... That was...
chaos. Oh my god. Really? What the hell is happening? Oh, okay. This is freaking chaos! So many sides is fighting here for different reasons. ねえ、教えてください。トーカさんは今どこに閉じ込められているんですか？それは一口口で教えてくれなきゃ嫌いになっちゃいますよ。そんな18階の隔離エリアです。この ID を使えば。OK。Oh my god. Oh. 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 Oh.トーカを助けなきゃならない。立ち止まる暇なんて。お寒いですね。悲劇のヒロインを助ける自分に酔ってるんですか？もう正義の味方に憧れる年でもないでしょうに。もしかして自分の命よりトーカさんが大切とか言っちゃった手前、引っ込みがつかなくなってるんですか？いいですよ、別に。今さら失望なんてしません。ちょっと何無視してるんですか？Too tired to talk. じゃあこうしましょう。今ここでトーカさんのことは諦めるって言ってくださいよ。そしたら私の声で女の子をいくらでもあなたの奴隷に。ふざけるな。トーカに代わりなんていない。人間はそんな奴らばっかりじゃ。うるさい。人間なんて私のおもちゃなんです。男は奴隷、女の子は可愛いお人形。人間にそれ以上の価値なんてありません。リク、お前なんでそんなに男を嫌うんだ？なんで女の子を物のように扱うんだ？なんで人間をそんな風に見てしまうんだ？はあ、そんなの決まっているでしょ。
人間なんてその程度だ。お前も人間なのに。もともと人間だったお前にファント、ノイズのような姿をした何かが精霊の力を与えた。違うか。あなた、どうしてそれを。知り合いに情報通がいてな。ユットの力は解雇。打ち抜いた対象が有する解雇を私に伝えてくれる玉ですわ。同じ人間じゃないか。だったらもっと。ふざけないでください。あなたに一体何がわかるって言うんですか。 So that's what happened to her sister. I mean, his sister. ミク。 The fire spirit.しつこいですね。私は普通の、もちろん人間のアイドル歌手だったんです。名前は良い町月の。私には歌しかない。だからたくさんの人に自分の歌が届いていることが本当に嬉しかったんです。みんなが私の歌を褒めてくれて、大好きと言ってくれて、それなりに人気も出てきた。ある日マネージャーに聞かされたんです。あるテレビ局のプロデューサーが私を気に入ってる。おお、だから死にたいって。おお、すごいよ。ダン、つまり、まあそういうことですよね。もちろん断りましたよ。私はテレビに出たいんじゃなく、歌をみんなに聞いてほしかっただけなんですから。身に覚えのないスキャンダルが週刊誌に掲載されたんです。事務所も誰もかばってくれませんでした。何より答えたのはファンの、いえ、それまでファンだと思っていた人たちの反応でした。それでも私には歌がある。歌を聴いてくれればきっと分かってもらえる。でも診断は心因性の失声症でした。私は失ったんですよ。一度醜い男どものせいで声を、命よりも大事なこの声を。何度も自殺を考えました。でもそこに神様が現れてこの声をくれたんですよ。ひとたび歌えば人を虜にする最高の声を。From this side to the other side of extreme. Yeah. Believe it, you're betrayed. That's why I don't want to keep my heart away from anyone. That's why I hate men. I'm ugly and dirty. I don't need a pretty girl to listen to my words. All other people are dead.それは違う。お前の境遇は気の毒だと思う。そのプロデューサーたちや手のひらを返したファンには腹が立つ。でもだからといって他の人間まで嫌うことはない。黙っててください。男なんてみんな。そもそも本当に歌を聴いてくれる人は一人もいなかったのか。スキャンダルに踊らされず、お前の歌を楽しみにしてた人だっていたんじゃないのか。 That's right. そんな人いたぞ。侵入者だ。片方は精霊だ。気をつけろ。ニク、お前は自分の中で恐ろしい人間の幻想を作り上げちまってる。はあ、私が人間を恐れている。っていうか今は戦闘中でしょ。何を余計な。関係あるか。お前は生身の人間と会話するのが怖いんだ。でも心のどこかでちゃんと話をしたいと思っていたはずだ。だからお前は自分の声で操れない人間。いつかしおりを欲しがったんじゃないのか。そんなこと。それにお前は再レビューした時、宵町月乃じゃなくイザヨイミクって本名を使った。知って欲しかったんじゃないのか。他でもない人間に。黙れ黙れ。
Poor soldier. Who guys fighting caused so many casualties? yeah, they're bad guys, so. That's not the true you. I will? で一生懸命でかっこよかった。誰も歌を聴いてくれない。バカ言うな。少なくとも何があっても俺は聞く。霊力なんて関係ねえ。たとえ声がなくなったってお前が無価値になるなんてこと絶対にない。そんな言葉信じないんですから。そう言ってたファンは誰も私を信じてくれなかった。辛い時誰も手を差し伸べてくれなかった。俺はそうは思わない。お前を信じて待っていたファンは必ずいるはずだ。でももし本当にそうだったならその時は俺が絶対に手を差し伸べてみせる。じゃあ何ですか。私がもしトーカさんと同じようにピンチになったらあなた命を懸けて助けてくれるとでも言うんですか。当然だろうが。信じません。どうせ嘘です。嘘に決まってます。お前な、少しは人の言うことを。Okay, finally someone with name. Andrew Cassian. What a couple fighting. ですが、そんな寄せ集めの装備で何ができるというのですか。前に摘発したテログループの装備です。 ID 管理はされてません。ここだけ本部の回収から漏れたようで。老婆心で申し上げますが、あまり無茶をすると死にますよ。そんなことは関係ない。シドに助けられるなら。Oh, and you're out. What's してなかったらあなたの勝ちだったでしょう。ですが残念、世界最強のウィザードを相手に使う手段ではありません。アイクのお気に入りを殺したくはないのですが、どうやら頭が回るようですし、放置するのは望ましくありません。What? これは、oh, okay.エレン・レイザースに命中。複雑な心境だけどね。理由はどうあれ、シドを助けようとしている人間を放っておくなんてできないでしょ。しかし、よく飛び位置折り紙を巻き込まずに。当然でしょ。そのために制御の一部を手動に切り替えたんだから。ご命令とあらば、頭の上に乗ったリンゴでも落としてご覧に入れましょう。
ましたね。余計なチャチャが入ったとはいえ、私の体に傷をつけた人間は生涯で二人目です。ほう、飛び地折り紙、あなたは素晴らしいウィザードだ。自信を持って誇っていい。ただし、あの世でですが。ハイク、どこへ。時間切れのようです。あなたは運がいい。させない。折り紙。隊長。折り紙、あんたこんなとこで何やってんの。それに何よ、その装備。避けおったか。それでこそやりがいがあるというもの。教官、マスター折り紙が。マスター早く逃げてください。従っていただけない場合はマスター折り紙といえども排除します。病姉妹、まさか精霊。ほう。Wait, just check for... Yeah... This won't be that easy. Yeah, we know you. We are okay. よく来てくれたね、ディーバ。それに、君は何者だ。いや、まさか。そんなはずは。俺はイツカシノ。トーカを助けに来た。今すぐトーカを解放しろ。イツカシド、君が。わあ。精霊の力を扱うことができる少年。まさかと思ったが、なるほど。滑稽じゃないか。すべてあの女の手のひらの上だったというわけだ。なんですかこの人。だから男は嫌だよ。男なのは関係ないと。早く投下を解放しろ。もしも。So that woman means。従わなかったらどうなるのかな。悪いが無理やりにでも従ってもらう。できるのかな。君に。できるとも。投下を助けるためなら。冗談だよ。私はエレンのように強くはないんだ。Wow. どうか、シド。For a second, I thought he will control her to attack him. Oh, you, Anta, ここ開けろ。そんな獲物を持っているんだ。自分で切り裂いてはどうかな。ミク、言うことを聞かせたい。頼んでもいいか。あなたに指図されるのは気に入りませんけど。ああ、そうそう。一つ言い忘れていたが、いつか指導。そこに立っていると危ないよ。指導、後ろ。わあ。に向けられる剣はすべて私がおります。天使を権限させていたので攻撃しましたが、よろしかったでしょうか。ああ、構わないさ。むしろこちらの方が都合が良さそうだ。さあ、精霊プリンセス、ヤトガミトーカ、これから君の大切な五日指導を殺そうと思う。君の持ちうる全てを使ってエレンの刃を止めてみたまえ。霊槍、天使、そしてそれでも足りぬなら、What the fuck? 何を言っている。時期にわかるさ、エレン。よろしいんです。ああ、興味はあるが、優先すべきはプリンセスだ。最悪でもセフィラが砕けることはないだろう。わ？そうですか。
無駄ですよ、ディーブ。その程度では私を惑わすことはできません。What the fuck is that? Okay, it's a total new setting or background of this world. Oh shit. I highly doubt that the last episode will give me any answer for this season. Oh, but we'll finish this season next week. Only 2 episodes left, so yeah. Oh my god, I need to process this again.